艦隊の一部は中部太平洋方面において有力なる敵の機動部隊を発見、直ちにこれを攻撃せり、その戦艦合鎮並びに武士航空母艦3隻戦艦2隻大型巡洋艦2隻艦艇未詳1隻撃破航空母艦1隻巡洋艦3隻駆逐艦5隻輸送船7隻艦艇未詳2隻撃墜150機以上我が方の損害戦艦1隻航空母艦2隻巡洋艦1隻いずれも大破自爆及び未帰還機68機本戦闘にて敵に決定的打撃を後ほどに至らず敵はさらに我が内南洋深く突っ込んでくる気配があります以上敵に徹底的打撃を後追うに至らずか機長では一足お先に参りますおうじゃあ基地へ電報を出しておこうはお願いしますいやしけしけ昨日の戦闘の放送を聞いとった、うん、興奮して乱暴にステーキ動かすなよ寝合わせてよ
ここで当分ご意見だよ。おー、他の連中見ねえか。うん、そうか。そりゃあ賑やかになっていいな。おいおい、研究前忘れていかんよ。そのために我々先発してきたんじゃないか。そうか。いいかい。相変わらず武器でやるよ。三上か。知らなかったんですか。三上、村上、川上、合わせて三上といえば来日の神様で通ってるんですよ。あの方たちですか。はい。飛行機が欲しいと思ったんだね。おいおい、おい、おいや、久しぶりに来るしようや。うん、あ、大工さんに持ってきた。あ、そうか。あ、めっちゃちょうどいいや。来ますけど、何のりはいいの。内地の席が毎日飲めるなんて、いい身分だ。冗談言っちゃいけないよ。船だって近頃は廃墟だぞ。おお、そうか。それを貴様のためにこうして飲まずに取っておいたんだ。知った、ありがたく思えよ。いやー、さんさん。来た。酒か。いや、今夜は酒がまずい。なんだな、貴様。今夜は風合い抜きのはずだぞ。優秀な連中をたくさん殺して、それを思うと酒なんか飲んでおられん。どうすりゃいいんだ。怒ったってしょうがない。さあ、悪い人だぞ。損害する場所とゆっくりする場所と取り違えちゃいたいよ。さあ、にがく俺は酒がまずいよ。おい、あれ見ろよ。なんだな、貴様、そうひょっとこが梅干しでも食ったような面するなよ。ひょっとこが梅干しを食った面が。まあ、俺に任せておけよなあ。東京へ出かけて、俺一流の弁舌で連中を煙に巻いてな、がっつり飛行機を持ってきてやな。あ、飛行機さえありゃ文句はないんだろ。飛行機さえありゃいいんだろ。もう遅い。死んだ奴は帰ってこん。何をしとるんだ。近めの小雪が調べても探してるんじゃないし、まあ、落ち着けよ。いや、俺の手拭いがないんだ。バカ、貴様の腰にぶら下がっとるじゃないか。はっきりせんか。三上、貴様は相変わらずのっきなやつだ。大変に嫌だね。やっとります。ちょっと中を入れてもらおう。ありがとう。実際三上って男はのんきなやってな。いや、
いやシエ、ご存知ですか、兵学校時代にこいつと二人で古高山へ登ったんだが、こいつの頬を蜂が刺しておる。おい貴様、蜂が刺しておるぞと言ったら、ひょろんとして、え、どこ、こんなやつです。どこ、早かったね。嘘でしょ、どうすよ。川上一流のデマですよ。新庄の川上で言うの。いやー、デマなもんですか。上海へ行った時に二人で映画を見とったんですが、おい、この弁士は前の陶器を見てこういうの。おい、もう見て、川上。何でしょ。なんだな、村上。涙なんか垂れて、え、サバが風邪をひいたんじゃあるまいし、おい、さあ、来てよ。できるだけ目と体力を休めとけ。おい、
おい、なんだあの金は。あそこに無人の教会があるんだ。僕の門が手に入りません。せっかく船から上がられたのに何のご馳走もできなくて。いやもう涼しいのが何よりのご馳走です。船の暑さといったらもうひどいそうですな。武漢は武漢もですが航空隊に配属になったのはこれが初めてなんで。さっぱりどうも。まあよろしくね。やるぞ。かけようぞ。あ、お願いします。ありませんが、農民たちは歌が好きなんでいつも集まって歌ってるんです。うまく宗教と結びつけた経営の攻略には今までうっかりしてましたが、こうなってみるとつくづく奴らのしつこさがわかります。たとえ宣教師が逃げ出しても米の思想はああいう歌になって国民たちの胸の中に根強く食い込んでるんです。どうもとんだ急なのお邪魔しました。いえ、何か不自由なものがあったら遠慮なく言ってください。あ、いやこれで十分です。まあよく言えば畳の上でゆっくり油を炊いてみたいですな。畳なら上がるとかありますか。いや、今のは冗談です。何、ばあさんが一人でやってる小さな食堂があるんですか。日本人の、なんならご案内しましょうか。いや、バッキは捨てたつもりでいてもこうやって見るとやっぱり流せますな。 あなたは確か大学から来られたそうですね。はあ、帝大の独法です。お、私はですね、学生時代から死刑囚のお名前は存じておりました。いやどうして、なんだ貴様知らんのか。死刑囚は短歌の方で有名なんだ。短歌、うん、歌だよ。ああ、あの味噌一文字か。あ、いやそうか。さあどうも。えらいことお待たせしましたな。ちょっとシルコらしいものを作ってみたですが、まあお上がりません。いや、これはどうも。じゃあお先。あ、どうも。いや、いや、久しぶりだ。いやー、シルコか。なんかするな。それがですたい。砂糖がさっぱりのって。南洋名物の砂糖が南洋にのってはへっと飽きませんたい。そうだよ、おばあさん。あんたまた、米国をぴっしゃりとやっつけてくれません。本に暗黒症どもをこの世界から追っ払わにはどうもなりませんたい。おばあさん。大した勢いだね。え、大したもんですよ。来年は60だってのにここに頑張ってるんですからね。しょうもない、今さら逃げて帰れますかい。ここの土になりゃわしは本望です太鼓に。しかしただじゃ養子にはしませんと。アメリカの畜生ども2人でも3人でも叩き切ってから死にますと。なんですの、あんた方、わしの話に聞き惚れちょらんと、まあ、お上がりませんが。これで砂糖は終わりですけん、まあ、どんどんお上がりません。ああ、これはうまい。
泣かせるな。人種障害1、2、3倍機予定の作戦に従って障害出発します。はい、もう少し待ってみたらどうかね。あ、この上だけらしいですから入ります。作戦か。お、夜は夜で訓練で、昼間また作ってきたは苦労だな。なに、どうも、この付近に敵が追いついてるらしいが、出てきます。お願いしようと思ってまいりました。随分差し付けやるなんだ。ジュエ、はい、トランプ持っておいて。はい、死ねが相手ですか。ぬかべた時々やるんだが、あの男は勝負のタイプに居眠りをするんでね。かなわんよ。いつもああなんですか。居眠りは君名人だよ。いや、なんてますか、そこの知れないような大きい豪傑かね。口の悪い顔見よ。犬を連れてない最後なんだといいんだわ。こりゃ、ただ敵はダメだ。これはお前、魚雷の調整よ。これの具合一つで命中するかせんかよ。せっかく俺たちが命を捨ててかかっても、これの具合が悪ければ波の上をポンポン踊ったり、ブスッそこの砂の中へ潜り込んでしまうんじゃけ。大変な仕事よ。はどうなったの？あ、おかげの表であります。おやさん、すぐ寄ってつまり。バカじゃの。うちゃいんじゃうちゃ。なんかい。おやさん、おやさん。おい、おいしいか。急げ、頼む。急げ急げ。
容疑お願いします。では、うち容疑お願いします。お願いします。よし、ありがとうございます。おーい、行くぞ。来撃は戦闘隊と違ってこういう時に飛び出せるのが悔しくてならんな。敵大型爆撃機130度高度3000距離1万こちらに向かってきます。ねえ、処理は片付いた。はい、すみません。じゃあ退避しよう。前の乗ったから行かないで。
地爆撃隊工場生産地団長250キロ落としたらしいな、いつか一度よく聞こうと思ってたんだが、つまり一口に言って大撃精神だな。一発の魚雷を抱いていってどんなに敵の砲火がすごかろうと脇目も振らず真っ周裏にこう敵艦のぞったらたたき込む、たたき込むっていうよりこう押し込むって言った方がいいかな。これはつまり要するに精神力以外の何者でもないと思うんだが、分隊長何か意見ないかも。これは口下手なんで何とも言えんが、やつはどうだ。うん、うん、何か書くですか。書くとかなんとかじゃないが、わしはこの頃つくづく日本人の優秀性っていうことを考えてるんだ。歌の方から言うと古事記や初期にある歌、万葉の咲森の歌、吉野町の中心の歌、明治維新の志士の歌、いずれも歌として世界に類いなく立派なもんなんだが、こういった調子の高い歌が生まれた時代ってものを考えてみると、いずれも歴史上容易ならん時代なんだ。で、この1000年に一度ぐらいで作る容易ならん時代に、日本人の真の強さ、正しさ、美しさ、そういったものがパーッと表面に出てくる。そこからああいう立派な歌が生まれたとこう思うんだ。で、つまり日本人の真の姿、それが今言った来日精神ではないかとこう思うんだが、どうだろう。全く日本人は優れた民族なんだ。国民の一人一人が今それを自覚してみんなその気になる。つまり大撃精神になる。すなわち一億全部が君らのような大撃屋になったら、それこそ本当に神の国なんだ。一口に言うと大撃とは体当たりだ。要するに死ぬことなんだ。どうした？おい、異常ないか？はい、異常ありません。よし。
隊長、ここです。うん、いやあ、三上。おう。いや、今貴様の飛行機を見てきたが、だいぶひどくやられたな。おう、やられてね。同情だけでもお願いします。夏にいると勘が鈍っていきません。まあもう少し待っとれ。はい。飛行機の補充がついたらいくらでも訓練させてやる。はい。飛行機のないのはお前ばっかりじゃないぞ。はい。補充の飛行機がもうじき来るからな。もう少し我慢してるよ。今度はひどいなってね。敵の戦闘機に追いかけられてるさ。それはしかし無事でよかったな。東京の海も楽じゃないですよ。どうだった。あ、飛行機か。な無駄な暇があったら一気でも持ってくれるのに。まあそう無気になるな。加賀だって好意があればこそ貴様の策を立てたんじゃないか。おう、そうだよ。あ、村上、いい土産があるんだ。ん、いや別に大したことじゃないんだがね、ちょうど行ったら有名証拠書になってね、その時のことなんだがね、君んとこの第二件はね、なんつったっけな、あの5つになる子、吉岡。うん、その吉岡君が食べ盛りのものでもっとくれってねだるんだな。それを奥さんがだな、これで我慢なさい、戦争に勝つまではこれで我慢しなきゃいけません。すると吉岡君が、うん、よし、僕戦争に勝つまでは3杯で我慢する、その代わりアメリカをやっつけたら5杯食べさせてね。やめろその話。
俺は飛行機がなくても立派に戦ってみせる。3機で7機、1機で7機でも立派にやってみせる。あいつ、もしかすると遠い土産ってのはそれだけか。いや、もう一つあるんだ。うん、実兵衛によって芋映画をもらってきたぞ。ああ、そうか。いや、ありがとう。若い連中喜ぶだろう。ああ、うん、おい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 、頼んまっせ。今夜だけは来てくれるなよ。心がこげん時限ってきよるんでの。ではまず石炭増産に一思える北九州名物の歌と踊りをご紹介いたします。この踊りはご自分の息子さんやご主人やお兄さん方を現地に送られた方々に特にお願いして踊っていただいたものであります。どうぞ皆さん、この中に知った方でもいないかよくご覧ください。あ、いる、いる、うん、うん、はい、これ、お母さんだ、ほら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 、うん、おかしいな。貴様に未生のうちに踊ってくださったんだ。だいぶ白髪になった。
な。何十か近いぞ。おい、サンデリが心配だ。いかいか、まだ危ないぞ。ちょっと行ってくる。おい、こげん体になってしまって、お役には立たん。申し訳ありません。おっかさんにも会えたんじゃ。死んでもええ。バカ。シャンシャン。この戦闘機をみんな他の隊にやってしまうというのか。いや、そこも激戦中だというのに戦闘機は一機もないらしいんだ。向こうの隊が効かなくなりゃ、わーっとこっちへ上陸してくることは分かりきってる。それよりは今のうちにこっちから応援を出した方がどれほど有利だか分からないからな。めちゃくちゃだ、まったく。ここを真っ裸にして空襲させ放題ってわけか。飛行機を持ってくるって言いながら持ってこないわけか。泣き出しの者までかっぱらおす。ああ村上、まあ、あれだけなのでやってみますか。いつか貴様を売ってないか。たとえ一気でも立派にやってみますか。ああ悔しいのはお前一人じゃない。ああ、
話するか。随分我慢しましたが、飛行機乗りにとって飛行機に乗れないぐらい悔しいことはありません。まあ、しゃあない。我慢せ。よう、すっかり元気になりやったの。もう歩けるんか。近頃戦闘機の音からさっぱりせんじゃないか。うん。大方訓練はないんじゃろ。そんなことあるまい。どっか予想やったんと違うか。まあ病人が心配せんかていいが、静かにしとれ。さお集合隊大日宮林城より敵戦闘機約30機我が方基地に向かいつなり、地球戦闘機の届くところまで来やがった。こっちの戦闘機はどうした。おらん、おらん、よそに持っていってしまった。そうか。じゃあ大事にせよ。お。奥も大事。奥も大事。いやー、わしゃい、わしゃい、はい。ここだけじゃ中ですと、こう向かいの品人のうちじゃ二人死によりました。そう、敵の船は捕らなったそうですな。図に乗ってあんまり低く飛びすぎてヤシの木に引っかかった。ドミンが寄ってぶち殺そうとしているのをやっと止めて連れてきたんだがね。一生もない。なぜ同人に殺させてやらなんだですか。そういうやつは目ん玉が青いやつでしょうが、トウキビのような赤い毛をしているやつでしょうが、主刑長様、そういうやつわしに殺させておくれません。わしに殺させておくれません。わしが殺してやりますが。ああ、しかしね。何が何で、そういうやつわしに殺させておくれません。わしに殺させておくれません。あれをご覧、神様を悪いことを足蹴にされて日本人として黙って見ていられますか。わしに
殺させておくれません。わしに殺させておくれません。死刑長さん、よく分かったろ。はい、よく分かりました。そいつらは武器も多い、軍艦も多い、兵器も多い、兵も多い。大なる者が小なる者に劣るという数字は成り立たんというんだ。そしてまた質も優れて、新兵器もいろいろある。徴兵の士気だってあいつらの建国当時や南北戦争の時よりももっと何倍か燃え上がってる。アメリカは絶対に負ける道理はない。もしも負けたら世界の真理が逆立つ時だ。こういうんだ。それなのにこっちじゃパリパリの優秀な操縦者が乗り飛行機がなくて滝を取ってる。なあ、やつだ。こっちが一人死んで、あいつらを10人殺しゃいいんだ。それ以外にこの戦争に勝つ道はないよ。敵の最大の弱点は人命を失うことだ。その弱点を一番有効につけるのが俺たちの外出よ。輸送船なり、戦艦なり、母艦なり、こっちが命を捨てさえすればたった一発の魚雷でやっつけられるんだ。そんなボロい話じゃないぞ。ないやつだ。そうだ、そうだ。バカだな俺も。うん、つまらん捕虜の言葉なんかにすぐ心動かされる。いいか、有名な飛行機が今日到着するぞ。お、来るか。わしは後で指定なんだが、君はまさか50名の飛行機を頼りにして作戦を考えてるんじゃないで。
ったの。この時に敵さん来てくれんかの。第一見張り場より直営戦闘隊を有する敵大型爆撃機約100機130度高度4500距離2万我が方基地に向かいつつあり
敵を取ってくれたお礼に、うんとごちそうを持ってきたと言われたい。ヨッパン、ナンバーワン。
さあ、行ってくれよ。持ってってくれよ。おい、村上。気になって仕方がなかったんだわ。どうしても言い出せなかったんだ。より敵機動部隊を捕捉せりして基地の150度450マイル東方2マイル。予定搭乗員整列、予定搭乗員整列。自分の体をぶち込め。どうかに何も考えるな。おい、くだら
接機より敵機動部隊の大半を撃滅せる模様なるも我が方の損害多し。やりましたな。基地攻撃隊1番機ほか43機自爆せり。五艦12より五艦攻撃隊指揮艦機着艦せるも指揮艦は地上戦死せり。村上、みんなよくやってくれる。それに飛行機の補充が間に合ってよかったね。内地の人たちに礼を言いなさい。